兄上。どうしたかや。ずいぶん慌てているようだが。どう説明したらいいのかな。さっき可愛くてお利口な小獅子ちゃんが一匹でとことこやってきて。小獅子。そう、獅子、獅子です。しかも喋る獅子。やあ、君がイオリの妹かいって。喋る獅子。考えるまでもなくキルケだな。使い魔をよこしてきたのか。いや、私すっかり動転しちゃったよ。しかもその子から兄ちゃんに言づてがあってね。やあやあ、親愛なるピグレット候補たち。飼い主がいなくて寂しい思いをしていたかな。先日の件、見事に解決したそうじゃないか。素晴らしい。君は実によくできた愛玩動物だ。ところで君、先日の約束を忘れていないだろうね。私は君を約束をたがえるような悪い豚に育てたつもりはないぞ。ということで、君の妹に言づてを託す。確かに伝えたからな。伝えたからな。だ、そうです。飼い主だなんて、兄ちゃん。そんな風にただれると、お師匠様が泣いちゃうよ。どこでそんな言い方を覚えたんだ。いや、誤解だ。彼女は協力者の一人だよ。約束。約束というと、長屋に招くという話かな。ああ。では早速ということか。むむ、もしかしてお客人ですか。兄ちゃんの飼い主さんが来るなら、私もしっかり準備しなくちゃね。飼い主ではない、キルケめ。ともかく力を貸してくれ、カヤ。普段通りの食事を支度してくれればいい。私も手伝おう。私がいなくて寂しかったかい。寂しかったろ。もちろん、ちゃんと手土産も持ってきたぞ。私手製の霊装だ。期待してくれたまえよ。それからあとは。大したもてなしはできないが、貴殿が嬉しそうで何よりだ。嬉しそう、嬉しそうか。まあ、誰かに招待を受けるなんて久しぶりだしね。私はいつも、いつ来るとも知れない客を待ち、もてなす側だったもの。だが、君が望むなら、これからはちょくちょく顔を出してやらないこともない。何より大事なピグレットたちの面倒を見るのも飼い主の仕事だからな。甘酸っぱいの。恐ろしき魔女かと思いきや、いじらしい面も。よし、また豚になりたいかい。へへへ、くわばらくわばら。この面白本の発言はさておいて、うん、嬉しいのは確かだよ。君に何かを返したい。君の役に立ちたい。霊地を長く離れられないのは少々厄介だが、そのあたりの問題さえうまく解決できるなら、私は君のために何だってするとも。
イオリはモテるのだな。何の話だ。兄上、セイバーさん、お料理運ぶの手伝って。ああ、すぐに行く。キルケ、もう少し待っていてくれ。もちろん、いつまでだって待っているとも。さて、今日は楽しませてもらおうか。君たちの艦隊、期待しているよ。イオリ、あれはなんだ。